さあ、この時間がやってまいりました。本日1103番目でございます。皆さん、受動体のお話をさせていただいてるんですが、この後皆さん、演習というところにちょっとつなげるためにも、これは押さえておく必要性があるんじゃないかなというところが一つございますので、皆さん一緒に、共有させていただきます。さあでございます。で、皆さん、少ししか最初は書いてないんですが、 I think、 もちろん動詞はThink 一つだけですよね。でもちろんこんなに短い文章はなかなかないんですが、皆さん右側にですね、もし文章がつながっていったらどうなるのか、この後少しこの説明を一旦止めてですね、また戻ってくるんですけども、一目つ目さん、動詞が一つの場合、皆さん、当たり前といえば当たり前ですが、接続詞はありますかと言われたら、別にないなって感じがいいかと思います。ですから、動詞が一つの場合は、接続詞は当然ゼロですよね。さあ、先ほどの続きでございます。皆さん、文章をですね、think の後ろをちょっと付け加えてみました。I think that the countryside is a better place. さあ、皆さん、これで動詞が一つ増えた様子が、皆さん、分かりそうですね。では、動詞はどれですかと言われたら、皆さん、is という動詞。皆さん、こういう感じでちょっと追加をいたしました。ですから、皆さん、動詞が合計2つになったんですが、皆さん、動詞が2つになったとともにですね、皆さん、接続詞が1つ登場しましたね。皆さん、接続詞と言われたら、これでよろしかったかと思います。ざっとですね。ですから、皆さん、動詞が2つになったら、接続詞は1つ増えましたね。で、皆さん、もちろん、接続詞の接、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、何を接続してるんですかって言われたら、動詞と動詞ですよね。ですから、動詞と動詞をつなぐ働きが接続詞でございますので、ですから、動詞が合計2つになったら、当然、接続詞は1個必要と。いうことでよろしいかと思います。さあ皆さん、動詞の数、接続詞の数、皆さん文章を、追加いたしましたので、皆さん同じようにちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、I think that countryside is a better place。で、皆さん追加したのはこれでございます。Because children will have more opportunity…。さあ皆さん、この文章中、この辺りですね、動詞はwill have のあたりで問題ないかと思います。でもさ、これでですね、一番先頭、I think that と点々っていうのところから、皆さん、動詞が合計3つになりましたね。じゃあ皆さん、接続詞はどうなってますかと言われたら、もちろん、先ほどのお話で言うと、ざっとがございます。そして、皆さん、この辺ですかね、後半追加いたしましたが、接続詞はもちろん、because でよろしいかと思います。こんな感じですね。ですから、皆さん、I think that の点点点のところから、皆さん、一番最後まで、動詞が皆さん3つに対して、接続詞は波線のところ、皆さん、合計2つになってるんですね。ですから、皆さん、動詞が1つ増えるたんびに、接続詞も1つずつ増えていく、そういうイメージなんですね。ですから、皆さん、この後も、続き分かりますよね。動詞が、もしこの文章中、4つあったら、接続詞は、合計3つになるはずです。そういうふうに皆さん、この辺ですね、考えていただけると、皆さん、頭の中で、なんか引き算してませんかね。そうですね。これ皆さん、動詞の数からマイナス1をすると、接続詞の数が出る仕組みになってるんですね。ですから、動詞1引く1は0、2引く1は1、3引く1は2、4引く1は3でございます。ですから、もし皆さん、この文章中、動詞が合計1000個あったらですね、接続詞はいくつあると思いますか？もうわかりますね。マイナス1ですから、当然999でございます。ですから、これでも一番上いきますね。
結局我々が見てる英文ってどうなってるんですか、で言うと動詞の数からマイナス1をするとその文章中に必要な、接続詞の数が出てきたり、興味さんちょっと例文の中にはないですが、関係詞だったり、そういう感じで英文が成り立っているんですね。これがでございます。ですから、V-1 は接続詞、関係詞の数。これが実はですね、受動体の問題を解くときに威力を発揮しますので、その効果はちょっと少々お待ちくださいね。ひとまずメモっておいていただけるといいかと思います。ただし、皆さん下にちょっと例文また一つ、三つ書いておるんですが、この文章中、三つですね、ちょっとご覧になっていただきますと、まず皆さん左側、I want to swim。I want to swim の中で皆さん動詞はどれですか？と言われたら、多分 want ですよね。で、皆さん to swim はどうですか？まあ確かにここに動詞の原型が見えてるかもしれませんが、だから名前は不定詞ですよね。ですからもしこの to swim のところまで動詞として考えてしまうと、この文章中動詞が2つになってしまう。じゃあ接続詞は1個必要になってきますが、ないですよね。ですので、ちょっと皆さん気をつけていただきたいところございます。I want to swim のこの to swim の部分ですね。ここでございます。ですから、ちょっと皆さん上にまとめておきますが、to 不定詞というのは皆さん動詞の数には入れないでくださいね。入れてしまうとこれ接続詞足りなくなってしまいますからね。で、同じように皆さん真ん中これでございます。エキサイティングゲーム。皆さん、動詞っぽい、動詞っぽく見えてる方いらっしゃるかもしれませんが、皆さん、エキサイティングゲーム。もちろん、ワクワクするようなゲームということですから、皆さん、こういう感じで皆さん、名詞にかかっていますよね。ですから、皆さん、品詞で言うと、形容詞。動詞ですか？違いますよね。ですので、皆さん、ILG も動詞の数に入れないで、ということです。で、同じように皆さん、三つ目これでございます。右側です。ロストドッグ。皆さん、これ、過去分詞どうなってますか？と言われたら、もちろんこれも、右側のワンちゃんにかかっております。ですから、皆さん、ロスト。過去分詞ですが、これも、動詞の数に入れないでね。動詞の数にカウントしないでね。というところは皆さん最低限押さえておいた方がいいかなというところでございます。ですので、注意点は皆さんこの3つの形だけですからね。あとは皆さん V-1 イコール接続詞関係詞の数。これがですね、なんと言いますか、得点のアップ、得点アップの一つ限り、なってきますので、その実感は少々お待ちくださいというところでございます。では皆さん、相変わらずこれですね、赤シートで隠してスラスラ言える、こういうところを皆さん徹底はさせていただきたいなというところでございます。では1104番、次回受動体よろしくお願いいたします。